年々軍備を増強している中国。その力を背景に、日本の領海侵入を繰り返したり、やりたい放題ですが、日本の潜水艦については無視できないのか、様々な反応を示しているようです。今回は、日本の潜水艦に対する中国の反応について見ていきたいと思います。静粛性では、世界トップに頭一つ出ているような、先行進度も未発表ですが、900との話もありどうなんでしょうね。材料自体は、耐える強度を持っています。あとは、魚雷のマル秘な情報は、ここまでに、それでは紹介していきます。2017年2月3日、中国のポータルサイトである、今日、頭上に、潜水艦に関する記事が載りました。内容は、中国の潜水艦の先行進度が、日本の半分しかない理由を分析したものでした。中身としては、日本の、そう、流型潜水艦を紹介した上で、ステルス性に優れ、潜航時間も長く、敏感なセンサーを備え、先進的な魚雷やミサイルまでも装備していると詳しく伝えています。特に注目したのが、そう、流型潜水艦の先行進度でした。正式な発表はもちろん無視ですが、記事によると、最大先行進度604メートル、通先行進度500メートル前後と分析されています。この数値は、中国の潜水艦の約2倍になるということです。この理由について、記事の分析では、日本の潜水艦の船体材料に、中国では作れない、ダカハリルク鋼 NS110 が採用されているためと説明しています。この NS110 は強度が強く、耐圧性も高いので、深い潜航深度を実現できるのですが、この深度が世界的に見ても、非常に深い深度であると同時に、ノイズ低減の工夫もされているので、ステルス性も増加しているとも伝えたのです。この記事に対する中国のネットユーザーの反応は特殊鋼材だけじゃない。ロケットやエンジンでも、日本にはかなわない日本を侮ってはいけない。日本の工業技術はすごいと、日本の技術力を高評価するものが多かったそうですよ。とはいえ、日本を持ち上げる人だけではありません。当然ですが、中国の潜水艦は、先行進度だけでなく、すべての面で、とっくの昔に、日本を超えてる。政府が公表していないだけ、中国の有人潜水艇は、7000m まで潜れるんだから、作れないわけはないという中国も負けてはいないという主張もありました。興味深いのが、中国の潜水艦の先行進度は秘密だし、当然、日本の潜水艦もそうだろう。今日頭上の記者は、どうやって秘密を知ったんだろう?と、ツッコミを入れるユーザーもいたとか。その前年の2016年2月3日、中国の掲示板サイトに、スレッドが立ちました。タイトルは、日本の艦艇は時速30ノット以上なのに、中国は20ノット。尖閣諸島で戦争になったら、日清戦争の二の舞になるというものでした。歴史をおさらいすると、日清戦争は、1894年、明治27年から、1895年、明治25年にかけて、当時の日本と清国との間で、朝鮮半島の権益をめぐって起こった戦争です。結果的に日本の勝利とはなりましたが、フランス、ドイツ、ロシアによる三国干渉により清国から奪ったリャオトン半島を返還せざるを得なくなったこともあり。
もろ手を挙げて、日本国内が喜んだ結果とはなりませんでした。とはいえ、清国にとっては敗北ですから、嫌な記憶と言えるでしょう。その黒歴史が繰り返されると危惧している声があるのでしょう。スレッドのタイトルに対しては、ネットユーザーから様々なコメントが寄せられました。早ければ勝てるわけではない。これは戦争か、徒競走か。20ノットも30ノットも、対艦ミサイルからすれば差はない。今は、火器の威力が物を言う時代、100年以上前の戦争と、ハイテク時代の今の戦争を比べられるわけがない。日本が最も恐れているのは、中国の潜水艦核兵器があるのとないのとでは、天と地ほどの差があるもし、また負けることになったら、中国は核爆弾をお見舞いする。日本と戦争するのに海に出る必要があるのか？ミサイルを撃ち込めばいいだけだ。海に出る必要など、全くないなどなど、かなり強気ですね。まあ、中国民としては、当然の反応なのでしょうが。前述の中国メディア今日頭上波、海上自衛隊の、そう、竜型潜水艦は、非常に優れた潜水艦として評価されていると伝えると同時に、日本に比べると、我が国の通常動力型潜水艦には、強みは皆無とも主張したのです。その一方、中国には、通常動力型潜水艦より強力な原子力潜水艦が存在すると、持ち上げる記事も掲載しました。記事の内容を、もっと詳しく紹介します。日本については、世界で、最も追戦能力の高い国の一つと認め、日本は、金属の生成や溶接技術も世界一流なので、潜水艦の先行深度も、非常に深いはずだと、推理しました。そう、竜型潜水艦は、非対機依存推進方式を採用している他にも、ソナーなど電子設備も、高性能のものを備えているので、世界で最も優れた、通常動力型潜水艦の一つであることに、間違いないとも強調しました。続けて、中国でも、最近は、潜水艦に関する技術が向上し、電子設備や非対機依存推進方式、ディーゼルエンジンなど様々な要素において、大幅な進歩を遂げ、日本との差も昔よりは縮小していると主張したのです。とはいえ、中国の039型潜水艦が、世界一流の潜水艦だとしても、各方面の性能は、そう、竜型潜水艦とは、まだまだ大きな差があると強調。つまり、そう、竜型潜水艦は、それほど優れていると述べたのです。随分褒めますね。と思ったら、今度は欠点探せしです。そう、竜型潜水艦が、どれだけ優れていたとしても、結局は通常動力型だから、原子力を動力とする原潜にはかなわない。中国は、弾道ミサイルを搭載した原潜を複数持っているから、日本の通常動力型潜水艦が、どれだけ有能だったとしても、中国にとっては、大きな脅威にならないと結論付けました。日本を挙げたり、落としたり、忙しいですね。様々な意見がありますが、中国人のコメントを見ていると、日本の潜水艦が羨ましいのかなと感じてしまいますね。逆の見方をすれば、自国、中国の技術が、まだまだ世界レベルにはほど遠いことをわかっているから、日本の弱点を挙げつらうのかもしれませんね。いずれにしても、中国による南シナ海での人工島増強には、各国が反対を表明しています。今後、南シナ海に潜水艦を投入してくるのは、この海域が鍵になると考えているのでしょうか。